今日は彼岸の入りです。松山市の山あいで今年も秋の訪れを告げる彼岸花が見ごろを迎え、訪れた人を楽しませています。暑さ寒さも彼岸までとは言いますが、今日もまだ蒸し暑いです。そんな中ご覧ください、辺り一面赤い絨毯が広がっています。松山市久保の町の山あい、およそ25アールの斜面に広がる彼岸花が今八分咲きの見ごろを迎えています。今シーズンは猛暑の影響で花の背丈が少し低いそうですが、台風の影響もなく艶やかに咲き誇る花を訪れた人たちは写真に撮るなどして楽しんでいました。今年はかなり最盛期には来れたみたいにね、非常に嬉しいですね、はい、綺麗なこの真っ赤な、ね、燃えるような赤が非常に好きなんで、こういうねいっぱい生えてるとこ大好きです。今日が見ごろっていうことを教えていただいたんで、もう本当に赤い絨毯ですごい綺麗だなって思いました。ちょっと毒もあるので、それもまたなんか魅力だなと思って、なんとなく神聖な気持ちになったりもしますね。地元の人が30年以上にわたって大切に管理し、今では県内でも有数の彼岸花の群生地として知られる地域の宝物です。非常に住民として、こういう高齢者の多い地域ですけども、こういろんな方に来ていただくということで、非常にありがたい場所になってなりつつありますね。久保の町の彼岸花は今週末に満開を迎える見込みですが、今日の松山市は最高気温32度の真夏日で、明日も予想最高気温は33度と残暑厳しいお彼岸となりそうです。